ボブキャットの。これを直して使うんですね。うん。へえ。これは機械式？これは機械じゃないですね。油圧。HST だったはず。うん。あ、油圧。油圧 HST。油圧。うん。全油圧ですね。確か。機械式は一つもなかった。直して使うんだもんな。すごいよな。ちょっといつ形になるかはわからないけれども。でもなんとなくあれなんですか、頭の中でこれはいけるなとか、そういうのは読むんですか。ちょっとあんまりないね。あ、そう、うん、明らかにスクラップは遠慮するけども、まあ、これならなんとかなりそうじゃねえかなっていうのは。へえ。ただこれ多分もうシールダー多分全部シール抜けてると思うんで、シールダーだけでも結構しますからね、これね。これバケットは？バケットこれですね。ああ、ついてるんだ、うん、あ、でかいですね。こんなでかいんだ。あら、これ多分オーバースペックじゃないかな。あの粉砕とかおがっことかもみ殻とかならこれでもいいけども。なるほど。これで除雪とか堆肥とかやったら多分多すぎるんで、軽いやつ専用ですね多分ね。バランス崩しますかね。うん、これでかいわ。多分前にゴロンっていっちゃいますよね。これもでかいですよね。でもね、後ろから見てもね。725って形式。725、いくらだったかな。1500ぐらいまではいけたはずだけど。もともとクボタの V1500 って4気筒のディーゼル乗ってるんですよ。はあ。これがどういうわけかガソリンエンジンに交換されてて、ボブキャットでこの4気筒のガソリンとかっていうのはないからね。交換っていうのは後々誰かが交換したってことですか。乗せ替えてますね。エンジン壊れたかなんかして。もともとはディーゼル。もともとはディーゼルですね。4気筒の何馬力だったかな、30馬力くらいだったかな。すごいな、これを直すんだもんな。なんかみんなこれ手作りですね。オリジナルマウントじゃないんですよね。ああ、そうか、うん、わざわざそこ、あれだ、うん、その辺も切ったんですかね、じゃあ。だいぶこれで、あの、ちょこちょこ改造されてますね。この辺は多分酸素として壊してますね、この後は。これ純正じゃないですよね。純正じゃないです。ここらまでが純正だったのかな。この足してる部分は、このツバの部分は多分後付けですね、これね。うん、ここの部分は純正なんだけども、それそこは純正なんですね。ここの部分純正ですね。多分ここからここの分が後付けかな。大きさが増した分こちらへ飛び出させたんだ。うん、あ、もうエンジンは乗せ替えも始めたから、なかなか厄介なことをやりながらも、うん、誰かがガソリンエンジンに変えたと。なぜこれを乗せたっていうのは疑問ですけどね。でもエンジンは乗せ替えですね、初めから。もうこれ使う気ないんで。あ、また乗せ替えるんですか。うん、また変える。今度はディーゼルに。ディーゼルの気筒、本当は4気筒とかがいいんだけども、2気筒入れてみようかなと思って。すごいな。これ見てわかるかな。この辺から覗いてみてもらえるのかなって。あ、これ。うん。結局フライホイールからペラシャでポンプ回してるだけなんで、ここの部分ね。うん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 、あとこれファンベルトで上のクリームファー回して、ラジエーターとオイルクラー回してるだけなんで。だから、フライホイールセンターってシャフトだけ回れば、エンジンは何でもいいんですよ。馬力さえ合えばね。あと回転数ね。俺素人なんでよくわかんないですが、あの中心をちゃんと取るっていうのどうやってやるんですか。センターはね、本当は旋盤で回して取ったりするんだけれどもね。乗せ替えるってそこが一番。まあその辺はでも外注ですけどね。意外と。あ、外注？外注いたすな。ああ、そうなんですか。結局やっぱセンター取れないとまずいんで、まあ
大体の洗濯トラパー、サイズ測って合わせれば出るんだけども、やっぱどうしてもブレると思うんで。まあでも、ジョイント形式だから多少ブレでも問題はないんだろうけど。あそこがね、ジョイント。それ外注に出すと、外注ではどういう、ことをやるんですかね。全然知らないんですけど。ダイヤルゲージとか、取り付けて、あと旋盤でゆっくりこう回していくんですよ。で、ダイヤルゲージってこう、歪みを取る、精密機器があるんですけど、それで調整してね。よくエンジンのバランス取りなんかもそういう風にやったりしてやるんですけど。やっぱりよくわかんないな、まだ。素人すぎてよくわからない。芯をちょうどあそこに合わせるわけですからね。そうですね。センターを取って。じゃあ、このエンジンつけてくださいっていうことで出してそこ乗せてもらうんですか。うんですね。お、来た。これリフト上がりましたか。うん、上がるはず。ゆっぱーゆっぱーゆっぱーってしながら、もう一つ上のクラスまで2頭まで上がって、うん、ワールドから、あ、リフトだな、で、多分ほら、後ろからいた2トン半、はいはいはい、あいつも確か5ワールドになかったかな。